林画宝林画宝遠方八年五月五日は、江戸時代前期の住者、林羅山の三男名は、又三郎、春勝猿、著、地は、小は、野道、郷は、春斎、画宝、紅葉県など、京都出身。名場勝書に支持し、その後父羅山同様江戸に赴き、江戸幕府に仕えた。父羅山の死去後の命歴三年林家を継ぎ、幕政に参与した。 漢文三年、四大将軍、徳川家綱に御教を講義して、公文院学士号を与えられ、訴訟関係、幕府外交の機密に預かった。日本史に通じ、父羅山と共に、日本王大一覧、本調津岩、漢英書家系図伝など、幕府の初期における、返纂事業を主導し、近世の歴史学に大きな影響を与えた。画法が整えた。 林や学部塾の組織は、その後の昌平坂学問書の基礎となった。多方面な関心を抱いて、博学交際ぶりを発揮した父羅山に比べ、画法は、本調図外や、日本王大一覧などにおいて、日本の国柄が、どのようなものであったかを追求し、幕府政治の正当性や妥当性がどうあればいいかについて、その支配イデオロギー形成の端緒を開いたとも、評される。 官営二十年の著書、日本国字石工の中で、松島、この島の外、夕子島若干、大序盆地月派の景、堺いたすの景、与え単皇天柱、立、安芸五福島ため、見所期間と記し、これが現在の日本三景の由来となった。二0六年、林が法の誕生日にちなみ、七月二十一日が日本三景の日と制定された。父、 林羅山は幕府早々期の呪者として著名である。長兄、時刑は養成し、三男春勝ちが画法として羅山の後を継いだ。このノブアツは林家三代を継ぎ、林方向とこうした。弟上勝は読み交際とこし、やはり幕府に召し抱えられた。読み交際の子孫の家を第二輪家と呼ぶ。ありがとうございます。